漢中を制した劉備の前に百貫が進み出た。皇帝への即位、それが彼らの望みである。漢を救うべき私がどうして帝位につけようか。静かに目を閉じる劉備だが、同時に自らを信じ従ってきた軍民の姿が脳裏に浮かぶ。彼らの気持ちにも応えねばならない。帝位は恐れ多いが、多いならば高祖劉邦に馴染み深い漢中王は今の私にふさわしかろう。劉備は目を見開き、新たな王の誕生を宣言した。ここに劉備軍の新たな戦いの幕が開けた。